高崎文彦は日本の物理学者。学位は理学博士。大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。本名の高は、いわゆる、はしご高であり、木はいわゆる、立つ先であるが、双方とも JIS X 0208に収録されていないため、高崎文彦と表記されることも多い。東京大学理学部助手、東京大学理学部附属高エネルギー、物理学実験施設助手、高エネルギー物理学研究所、トリスタン計画推進部衝突ビーム測定器、研究系教授、高エネルギー物理学研究所物理研究部物理、第二研究系教授、高エネルギー物理学研究所物理研究部物理第一研究系研究主幹、素粒子原子核研究所物理第一研究系教授、素粒子原子核研究所所長、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器、研究機構理事などを歴任した。高エネルギー物理学を専攻する物理学者である。B 中間子において CP 保存則が破れていることを世界で初めて発見した。これにより小林、益川理論の正しさが裏付けられることになった。この発見は結句部を用いたベル実験によりもたらされたが、老出勝千や山内正則らと共に、ベル実験の中心となって活躍した。また、素粒子原子核研究所にて所長を務めるなど、要職を歴任した。1943年11月生まれ、栃木県佐野市出身。東京大学の大学院に進学し、理学系研究科にて学んだ。1971年3月に大学院の博士課程を修了した。それに伴い、理学博士の学位を取得している。この時の博士論文は180度におけるπ中間子光発生であった。2008年6月、アメリカ合衆国エネルギー省科学部高エネルギー物理学担当課長代理デニス・コバールと1974年3月、母校である東京大学の理学部にて助手に就任した。同年、小柴正敏らにより、東京大学理学部附属高エネルギー物理学実験施設が新設されたことから同年6月より同施設の助手に転じた。1975年1月、文部省の機関である高エネルギー物理学研究所に移り、物理研究系の助手に就任した。1979年10月には高エネルギー物理学研究所にて、物理研究系の助教授に承認した。1986年3月、高エネルギー物理学研究所のトリスタン計画推進部にて、衝突ビーム測定器研究系の教授に就任した。1987年5月には、高エネルギー物理学研究所にて、物理研究部の物理第2研究系に移り、教授を務めた。また、1991年4月から1997年3月にかけて高エネルギー物理学研究所の物理研究部にて物理第一研究系の研究主幹に併任された。その後、高エネルギー物理学研究所は東京大学原子核研究所や東京大学中間子科学研究センターと統合され、新たに高エネルギー加速器研究機構が発足した。それに伴い、高エネルギー加速器研究機構の下に設置された素粒子原子核研究所に所属することになり、1997年4月より物理第一研究系の教授を務めた。また、1997年4月から2003年3月にかけては素粒子原子核研究所の物理第一研究系にて研究主幹にも併任された。さらに、2003年4月から2004年3月にかけては、素粒子原子核研究所の企画調整官にも併任された。2004年4月には、高エネルギー加速器研究機構が大学共同利用機関法人として位置づけられたが、その後も引き続き勤務した。同年4月、素粒子原子核研究所の副所長に併任された。また、国際リニアコライダー計画に携わっており、国際設計チームのアジア地域ディレクターにも就任した。2006年4月には小林誠の後任として素粒子原子核研究所の所長に就任した。また、高エネルギー加速器研究機構の理事も務めた。なお、高エネルギー加速器研究機構などの大学共同利用機関法人によって構成される総合研究大学院大学においては、高エネルギー加速器科学研究科の教授を兼任し、素粒子原子核専攻の講義を担当した。2009年に素粒子原子核研究所の所長を退任し、後任には西川公一郎が就いた。なお、高エネルギー加速器研究機構の理事としてはそのまま在任し、2012年の任期満了をもって退任した。その後は、素粒子原子核研究所の先端加速器推進部にて研究員を務めた。また、高エネルギー加速器研究機構より名誉教授の称号が贈られた。なお、2012年4月1日には、総合研究大学院大学からも名誉教授の称号が贈られている。2008年6月、高エネルギー物理学日米合同委員会の委員だと専門は物理学であり、特に高エネルギー物理学などの分野を中心に研究している。高エネルギー物理学研究所においては、加速器、トリスティンを用いたトリスティン実験などに携わった。トリスティン実験については、新しいエネルギー領域で従来の理論の検証ができ、高エネルギー物理学に大きな貢献ができたものと思うと述べるなど、その意義を語っている。また、素粒子原子核研究所においては、Bファクトリー計画に参画し、加速器、結区部を用いたベル実験に携わった。Bファクトリー計画は、ボトムクオークを研究する一大プロジェクトであるが、レオン・リーダーマンがボトムクオークを発見して、以降、様々な先行研究がすでになされており、このような大規模な計画に対しては、懐疑的な意見もあった。高崎は、多くの研究がなされ、Bクオークの性質はかなり分かってきた。したがって、今更、Bクオークの研究をしても何も分からないのではないか。というのは、最もな疑問であると述べつつも、粒子の混ざりや保存則の破れなど研究が十分になされていない点を指摘し、Bクオークは、クオークの中で最もその性質が解明されていない。そこに、Bクオーク研究の意義と魅力があり、Bクオークの研究からこれまでに知られていない現象が発見される可能性もあるとその意義を語っている。しかし、B中間子と反 B中間子の方回転を測定するためには、電子と非電子のエネルギーの異なる加速器を新規に建設する必要があり、なおかつ B中間子と反 B中間子を大量に生成するためには、トリスティンの100倍のビーム輝度が必要となるなど、極めて困難なプロジェクトであった。これらの困難を克服するために、ベル実験には400名以上の研究者が投入されたが、その中において、老出勝千や山内正則と共に、中心的な役割を果たした。高崎と山内は研究の計画立案から主導的な役割を果たし、老出は基本設計などで、創意工夫を凝らした案を提示した。その結果、B中間子における CP 対称性の破れを世界で初めて発見するに至った。これらの成果は2001年7月に開催されたレプトン・フォートン国際会議にて発表された。これにより小林誠と益川敏秀が提唱した小林・益川理論の正しさが裏付けられることになった。なお、アメリカ合衆国の SLAC 国立加速器研究所においても、ベル実験と同様に、ボバー実験が行われていた。そのため、どちらが先に CP 対称性の破れを見つけるかを10年にわたって競い合う展開となっていたが、双方ともほぼ同時に発見しており、極めて僅差での勝利であった。一連の業績は高く評価されており、仁科記念財団は、単に破れを再発見したというだけではなく、破れの機構解明に役立つものであり、素粒子研究に大きく貢献したと評し、仁科記念賞を授与した。また、平成基礎科学財団は、長年の素粒子物理の謎であったが、B 中間子でも破れていることが新たに分かり、さらに深い理解に道が開かれたと評し、新たに創設したオリット修辞賞を授与した。さらに、日本学士院は CP 対称性の破れを実証した研究について B ファクトリーで生成された B 中間子と反 B 中間子の崩壊の時間依存性の違いを検出するものであり、数十ミクロンの精度で崩壊位置を測定するなど高度な測定技術が要求されると指摘した上で B 中間子系において CP 対称性が破れていることを発見し、さらに定量的な測定により、理論の高精度な検証に成功しましたと評し、2017年に日本学士院賞を授与した。正の高先の項は、いわゆる、はしご高であり、期はいわゆる、立つ先である。高エネルギー加速器研究機構の要覧などにおいては、そのまま、高先と記載されている。しかし、どちらも JIS X 0208に収録されていない。文字のため、他の文字で代替し、高先と表記されることも多い。日本物理学会の学術誌などでも、高先との表記が散見される。なお、日本物理学会の予行集は、かつて手書きの原稿をそのまま掲載していたが、その中には一部、高先とも、高先とも読めそうな箇所も見受けられるが、共同執筆した原稿であるため辞書したものか否かは、不明である。パソコンの前で、ありがとうございます。